皆さん、こんにちは。今日は、大河ドラマ、光る君へ、大木要さん演じる、赤染右衛門です。赤染右衛門は、紫式部の同僚であり、一流の歌人としても知られていますが、彼女の人となりやその生き様は、今に伝えられる数々の文学作品を通じて、私たちに、多くのことを語りかけています。彼女の和歌に込められた思い、智子や晶子に仕えた女房としての生活、そして彼女が後世に残した文化的遺産の価値について深く掘り下げていきたいと思います。それでは赤染右衛門の魅力に迫るこの旅を一緒に始めましょう。1. 赤染右衛門の生涯。赤染右衛門は藤原の道長の正妻である源の智子や一条天皇の中宮である藤原の晶子に仕え、紫式部の同僚としても知られる一流の歌人でした。彼女の生涯を通じて平安時代の女性がどのような活躍をしていたのか、その才能とはどのようなものだったのかを深掘りしていきましょう。まずは彼女が紫式部と並ぶ一流の歌人であり、映画物語の作者と噂されるほど文学においてもその名を馳せたことを挙げることができます。歌人としての才能は彼女が残した和歌によっても証明されています。周囲和歌集、御周囲和歌集など多数の勅撰和歌集に彼女の作品が収められており、百人一首にもその名を連ねています。これらの和歌は彼女の深い感性と繊細な心情を表現しており、後世に大きな影響を与えました。今宵こそ世にある人はゆかしけれ、いずこもかくや月を見る欄、この歌の現代語訳は次のようになります。今宵この世にいる人は月を見ているだろうか、どこにいても同じように月を見ているのだろうか。月は人々を結びつける存在として読まれており、この歌には離れ離れになった人々への思いが込められています。また彼女は紫式部からも高く評価されており、上品で本格派の歌人と称されています。この評価は彼女がただの宮廷女官ではなく、文学においても優れた才能を持っていたことを示しています。さらに彼女は平安時代中期の優れた女流歌人泉式部に対しても親身なアドバイスを送るなど、後輩の面倒見の良さも伺えます。両者は同時代の二女流歌仙と称されるほど歌才が高く評価されていました。このチャンネルではドラマ鑑賞がさらに楽しめるような日本史雑学などを今後も語ってまいります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。 2. 名前の真実。赤染右衛門という女性の名前は多くの人にとっては少し謎めいて聞こえるかもしれません。その秘密を少し掘り下げてみましょう。まず日本の古い時代には人々が名乗る名前には特別な意味がありました。女房名と呼ばれる名前は自分の出身家族や家族の誰かが持っていた官職名から取られることが多いのです。例えば有名な清少納言は清原宇治という家族の出身で姓を名乗り、少納言は官職にちなんでいます。赤染右衛門もまた朝廷で使える人物で、彼女の名前も女房名に属します。しかし彼女の本名は伝わっていません。当時の女房には公的な名前がなく、父方の姓と父親の職名が組み合わされて名乗られることが一般的でした。彼女の父親赤染時持ちの姓と父親の職名右衛門の左官から来ています。つまり赤染右衛門は父親の職名を名乗った女房の名前だと考えられます。 3. 実父は誰か。平安時代の日本には今でいうドラマのような物語がたくさんありました。その中の一つに赤染右衛門という人物が登場する話があります。彼女は実はとても興味深い家系に属していて、その本当の父親について興味深い話が残されています。彼女の本当の父親は平兼盛という人物である可能性が高いです。平兼盛は平安時代の著名な歌人で、その才能は36歌仙の一人に数えられるほどでした。特に960年に村上天皇が開催した歌合わせでの勝利は有名で、その時の勝利歌は今も多くの人に知られています。今日よりは荻野焼け原かき分けて、若菜罪にと誰を誘わぬ、この歌の現代語訳は次のようになります。春になった今日から野焼きした荻の枯れ草をかき分けて若菜を摘みに行きましょう、誰を誘おうかと詠んだ歌です。平兼盛の和歌は
掛け言葉や援護などの技巧を用いず、着実な表現に重きを置いたことが特徴です。この歌も実生活に即した内容で知られています。しかし平兼盛と彼女の関係は単純ではありませんでした。彼女の母は平兼盛と離別した後、彼女を産みました。平兼盛は彼女を引き取りたいと思い、訴訟を起こしますが、彼女の母は当時の権力者、赤染時持と密通しており、この子は時持の子だと主張しました。結局、平兼盛の訴えは叶いませんでした。この話の真偽は定かではありませんが、当時の人々の間では、赤染右衛門の実父は、平兼盛だと、広く信じられていました。彼女自身も、実父が平兼盛であることを知っていたとされています。4. 宮本智子に仕えた女房。最初に、赤染右衛門が、源正信とその妻、藤原睦子が住む家に仕え始めたことから話しましょう。ここでの彼女の役割は、源智子という女性に仕えることでした。智子は、964年生まれの女性で、彼女よりも7歳くらい年下です。彼女はこの家で与えられた部屋で生活しており、その後も、智子の忠実な女房として仕え続けました。特に注目すべき点は、智子が987年に藤原道長と結婚した後も、彼女が智子や智子の子供たちに仕え続けたことです。中でも一条天皇の中宮である秋子は、彼女が特に仕えた人物の一人です。彼女は、紫式部や清少納言、泉式部など、他の著名な女性作家や、宮廷女性たちとも交流がありました。これらの交流は、当時の文化や文学に対する彼女の影響力を示しています。特に、紫式部は、紫式部日記の中で、泉式部や清少納言を、辛辣に批評していますが、赤染右衛門に対しては、比較的高い評価をしており、その歌は格別に優れているわけではないが、風格があり、世に知られている彼女の歌は、立派な読みぶりであると記しています。5. 歌人としての才能。赤染右衛門は、平安時代を代表する女流歌人として、その才能を後世に伝えています。彼女の和歌は、細やかな感情表現と洗練された美しさで知られ、今日まで多くの人々に愛され続けています。では、どのような理由から彼女の歌が、これほどまでに評価されるのでしょうか。その理由の一つとして、彼女の和歌が持つ、繊細かつ深い情感が挙げられます。彼女の歌は、自身の生活や心情、周囲の人々との関わりの中から生み出されたものであり、その一首一首からは繊細な感情が伝わってきます。この感情の豊かさが、彼女の歌を際立たせています。百人一首の59番に、彼女が詠んだ歌があります。安らわで、寝なまし者を、さよ更けて、傾くまでの月を見なしかな。現代語訳は、次の通りです。あなたが来ないと知っていたら、ためらわずに寝てしまえばよかったのに、あなたの約束を信じて、とうとう明け方まで月が傾くのを見ていてしまいました。この歌は、藤原道隆を思う彼女の姉妹の気持ちを代弁して、読まれたものと考えられています。道隆が、姉妹の元に来ると約束したのに来なかったため、姉妹が寝ずに月を見つめていた様子が読まれています。6. 映画物語。赤染右衛門の顕著な業績は、映画物語の成立に関わったことが、有力視されていることです。この物語は、彼女の深い洞察力と文学的才能を示しており、平安時代の文化と女性たちの生き様を伝えています。彼女は一条天皇の中宮、藤原の秋子に仕えた女官であり、紫式部の同僚でもありました。その経験は、宮廷生活の繊細なニュアンスを物語に織り込むのに役立ったでしょう。実例を挙げると、映画物語は、平安貴族社会の華やかさと、その裏に隠された人間関係の複雑さを描き出しています。この物語には、紫式部が書いた源氏物語と同様に、宮廷生活の内面を深く掘り下げたエピソードが数多く含まれています。また、自身の生涯や彼女が仕えた藤原の秋子との関係も物語の中に反映されていると考えられます。だな、おしどり夫婦、大江の正平は、赤染右衛門の夫として知られる歴史上の人物です。正平は漢詩文に優れた才能を持つ学者であり、文章博士、東宮学士、そして一条天皇の侍読など、様々な重要な役職を務めたことで知られています。
その卓越した学識から当時の最も優れた学者の一人として称賛されていました。しかし正秀の才能は漢詩文にとどまらず和歌においても非常に優れていました。実際に正秀と妻である赤染右衛門は中古36歌仙に数えられており、これは当時の文化や文学に大きな影響を与えた人物たちを指します。今昔物語集によると、正秀は背が高く怒り方でありながらも風雅の才能を持っていたとされています。彼女より 5,6 歳年上だったと推測されています。大江の正秀と赤染右衛門はおしどり夫婦として知られており、仲睦まじい夫婦仲より正秀右衛門と呼ばれたとされています。二人の結婚生活は当初は通い婚であり、彼女が智子邸の坪根で生活している間、正秀がそこへ通っていたとされています。このような生活様式も当時の文化や社会の背景を反映しています。正秀が受領となり尾張の神や丹波の神として任じられる際、彼女は常に彼を支え共に生活を送りました。しかし正秀が61歳で亡くなると彼女は深い悲しみに暮れ、最終的には出家しました。その後も赤染右衛門は長く生き、85歳になる年には今後の大江の正房の誕生を祝う歌を残しています。彼女の正確な没年は不明ですが、その年まで生きたことは確かです。8. 息子に捧げた奇跡の歌。赤染右衛門と正平は幸せな家庭を築いていました。二人の間には一男次女の子供がおり、その中でも特に記録に残るのは息子の大江の高近と娘の郷侍従です。息子の高近には特に心を打つエピソードがあります。彼が重い病に苦しんだ時、彼女は息子の回復を祈願し、住吉明神に自らの命を捧げる覚悟の歌を奉納しました。この深い母の愛が奇跡を呼び、高近は病から回復しました。変わらむと祈る命は惜しからで、さても別れむことぞ悲しき。この歌の現代語訳は次のようになります。子供の病気を治すために自分の命を差し出そうと祈っているが、自分の命は惜しくはない。しかしその祈りが叶って子供と別れることになるのが悲しいのだ。この歌はこう思う母の深い愛情と別れを余儀なくされる悲しみを表現した霊歌として評価されています。彼女の生涯と業績を通じて平安時代に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントや高評価、好きな歴史のエピソードなどを教えてくださると嬉しいです。ありがとうございました。